おはよう赤ちゃん。赤ちゃんおはよう。お手は？お手は？お手してくれない？お姉ちゃんおやつ持ってないから、おやつないとお手ダメ？カットに行ったリオンか天使です。昨日寝落ちして3時ぐらいに目覚めてっていうかママに起こされて、でお風呂入って5時に寝て今です。もう寝落ちはダメって分かってるのにさ、お風呂入らずにしちゃうよね。天使がいます。2日連続だからね、寝落ち。しかもだって2日連続の寝落ちだからさすがにねダメだよね。おはよう、リコおはよう。何かわいすぎ。確かにもはや気絶だねえ。 Google、 2月11日は何曜日？2024年2月11日は日曜日です。日曜日か。なんだよ。かわいい、かわいすぎる。何この天使、この天使は何？でこの手、なめなめするときに手を添えてるんです。ちゃんと可愛すぎませんか？甘えんぼ、手って添えてなめなめしてる。かわいいよ、かわいいよ。ありがとね、なめなめいっぱいしてくれてありがとね。今日は待って、私今日何時に家出るんだっけ。今日4時だ。4時から23時までレッスンだから、朝はゆっくりできるけど
まあ、帰ってくるのは1時ですね、深夜の。だから夜配信できなそうなので今配信してます。朝昼逆転だよね。舐めすぎじゃない？ちょっとそんな舐めて、舐めすぎじゃない？終わった？あ、終わってない。終わらない。手が可愛くない？添えてくるの、手を。あー、今日も頑張らなきゃね。レッスンがね、多いよね。12日月曜日。かわいい。あら？よいしょ。劇場にファンデーション忘れてきちゃったの、痛いな。悲しい。今日は振り入れがとんでもなく長い。何個の振り入れするんだろう。1、2、3、4、5、5曲。今日は5曲の振り入れがあります。頭ぐっちゃぐちゃになりそう。おはようございます。髪の毛がボッサボサです。ちょっと前髪がね、大変なことになっております。
ドアクスタは羊、そう羊、です私。あの動物のグッズ可愛いですよね。797日連続ありがとうございます。イエイ。わあ、ブーくん、くまちゃんタワーありがとう。優しい。そしてなんかすごいオンザみたいになってんだけど、今日前髪どっか行っちゃった。前髪どっか行きました。どうしよう。今日はメイクをレッスンなのでしなくて、ずっとすっぴんなので早めにお礼したいと思います。じゃーん、ブーくん好き、くまちゃんタワーありがとう。寝起きとすっぴんですが、レッスン頑張ってくるね。ハート。ありがとう、ブーくん。ラビュー。あ、変わっちゃった、上が。上が変わっちゃった。ありがとう。ちょっと寝起きとすっぴんで失礼します。よし、とやらなきゃいけないことをさ、進めていかないとダメですね。
かいつも動物のやつ、動物のやつさ、私ウサギと猫が多くて、で今回初めてちょっと羊を着てみました。あの波動のアクスタ、羊になってみました。でもあのさ、動物アニマル衣装超かわいいよね、大好き私。可愛すぎたのでゲットします。嬉しい。みんな早起き、早起きって今昼か。お昼か。お昼休憩ですって。お疲れ様です。私は提出物を書きながら配信しております。仕事放棄して見てます嘘お仕事ファイトです。次の舞台の稽古が多分2月の中旬ぐらいから始まるので、あと1週間ぐらいで始まる気がするので、本当に今のうちにそのやらなきゃいけないことをやっていかないとやばいなと思って今急いでやってます。
紙あった気がするな、どっかに。あった。皆さんもお昼は食べましたか？まだか。まだお昼じゃなかった。私は今からパスタを食べようと思います。でも何パスタ食べようか悩んでて、ジェノベーゼか、ジェノベーゼかトマトクリームかクリームパスタか。パスタ、カニクリームパスタが好きです。美味しいよね。私も好き、カニクリームパスタ大好き。パスタと一緒に飲み物は何が合うと思う？パスタと水。私ご飯の時結構水なんだよね。ただパスタとかそういう普通に食事はちゃんと水とかがいいけど、ウーロン茶とか
でもあのポテトとかはジンジャーエールとか炭酸飲みたくなる。ウニクリームパスタ大好き、超好き。めちゃくちゃ美味しいですよね。生パスタ好き。黙々と提出物をやっております。
足がしびれてきた。足がしびれてきました。なんかお姉ちゃんのさカフェの2階がよさっていうなんか美容サロンなんですけど、そこに行くんだ。私も受けたくて。良さ、肌とかあと冷え性が治るみたいな。私めちゃくちゃ冷え性だからさ、良さに入って治したいの。体質あれですね、体質改善。私さ水素飲むと気持ち悪くなるの、水素水。でもそれってやっぱいらしくて、女の子が水素水とか飲んで気持ち悪くなるのは、なんかお姉ちゃんが妹が気持ち悪くなるらしいんですけど水素水飲むとって言ったら、そんなことありますかっていうのをその美容の人に相談してくれたら、妹さん痩せてるみたいな、でまあ痩せてますってなって、でご飯とかちゃんと食べてるみたいな、で全然食べてないですねちゃんとみたいな、で冷え性みたいな、冷え性ですでしょうみたいな、この3つとか揃ってると、その水素水ってミネラルがめちゃくちゃ豊富だから、ミネラル不足すぎて急に体にミネラルが入ってなんか拒否反応とか気持ち悪くなっちゃうみたいな、だからちょっと本当にやばいよみたいな。その良さ入って体質改善早めにしないとマジでやばいって。言われて、でお姉ちゃんにめっちゃ「いつ良さ入りに来れるの?」ってすごい連絡来て、めっちゃお姉ちゃんが「早く入りな」ってすごい言うから、はいと思って。させていただきますっていう。まあもともとめっちゃ冷え性だよね。あと自律神経整うらしいです。自律神経整うしおすすめですよって今なんか瞑想を思い出しちゃった。悟りの自律神経どうでもいいですよね、どうせ死ぬんだから。
もうなんか全てのワードが私らのセリフに変換されていくんだけど。私も冷え性なので体質改善したいですって。良さ本当におすすめだと思います。男の子はねちょっと申し訳ないんですけど入れなくて、良さ女の子は入りに行けますので。カフェベルフラワーの2階でございます。ぜひぜひ。自律神経はもうずっとです。私ずっと乱れてる。よくないよね。よし、どうだ。9月、
よし、進んできております。やらなきゃいけないものが続々と。ラララ。なんかないな。お姉様のカフェ行ってみたいです、テレビ見た。待ってます、めっちゃ待ってる待ってる。ちょっと一瞬入っていこうかな。ちょっと忘れ物した。よいしょ。
クリップクリップ持ってきました。これで私のあれペンなくなっちゃった。今さっきまで書いていたペンがあったん。よし書いていきます。ドハップすぎる。もうお昼だ、早。本当に提出物やってると時間経つの早くてびっくり。嘘でしょってなるよね。もう2日連続寝落ちをしてダメダメな最近。へこみません。
寝落ちすると。めっちゃへこんじゃう。なんか映画館のさ告知でさ予告で、あのコナンくんの新しいやつめっちゃ面白そうだった。服部くんと怪盗キッドの嬉しい、見に行きたいてか見たい。私最新のやつまだ見れてないな。あれまだ金曜ロードショーでやってないですよね。やった？私コナンくんはカズハちゃんと服部平次くんが好きなんですよ。
可愛いって。ごめん顔見えてなかった。ちょっともうすっぴんボサボサすぎてさ困ったね。今日は髪の毛を絶対的に結ばないとダメだ。大変だ。書き物がいっぱいで。昨日レイトショーで映画見てきました。お仕事終わり、仕事終わり何見たでしょうか。ずっと見たかった映画、
ガンダムシードでした。すごい大正解、よくわかったね。ガンダムシードめっちゃ楽しみにしてて、ようやく見に行けました。見終わったの23時。見たかったんです。超久しぶりのガンダムシードじゃない？てかさ、めっちゃさ、放送されてから時が経ってさ、今またさらに新作をさ映画化って超すごくないですか？キラヤマト出る、アスランザラ出るぞ、メイリン、メイリンじゃ間違えた、ルナマリアホーク出るわよ。いやー、なんかおもろかったな、めちゃくちゃ。何がおもろいって、もうなんか変わんねえなーっていう、キラこういうとこあるよねーみたいな、とか本当にキャラクターたちがもうなんか10年前ぐらいのままそのままいて、ユキラーってなった。お前そういうとこあるよ、ほんとメンヘラ。ガンダムシードってさ、メンヘラの集まりじゃない？ほんとメンヘラなんだよね。それがほんとおもろい。私最後絶対裸になるし、エンディングテーマとかオープニングで裸になるのはわかんないけど、どうしても裸にさせたかったのねみたいな。もうなんかママとめっちゃ笑った。もうおもろすぎて、今こうして改めて大人になってみると、ドメンヘラだなキラみたいな、でやっぱアスランだなっていう、やっぱアスランなんだよなっていうね。でまあディアッカとイザークも結局いいやつなんだよなっていう。最初ちょっと嫌なやつだったけど、それなんかね、ちゃんと自分の正義を持ってやってるから根はいいやつなんだよね。やっぱこいつ性格になあるなっていうのはキラとシンなのよ。そう、シンも相変わらず、てかお前ステラのこと忘れてなかったんかいっていう。ルナマリアかわいそうじゃない？なんかさ、忘れなくてもいいと思うんだけど、君の中のステラでかすぎじゃない？ちょっとルナマリアとの方が絶対時間長く過ごしてるじゃん。え、どんだけステラのこと引きずってるん？てか別に付き合ったりしてないやん。なんでなんか元カノみたいな、君の運命の相手はステラみたいな感じ方させてんの？男子も女子もこじらせてるガンダム、マジでそれシードが一番メンヘラの集まり。メンヘラのドメンヘラちゃんたちの集まりだからもう本当に面白い。絶対いるんだよな、こういう女っていうのもいたよね。今作もいた、シード特有のいるんだよこういうのがっていう。フレイと
あのね、フレイ枠、フレイ枠が今作もいた。面白かったです。面白すぎました。でさ、アスランがさ、あのラクスのことを、俺が知っているラクスはそんなんじゃないって言った瞬間の館内のざわつきみたいな、なんかさ、キラさ、めっちゃアスランの前でさ、なんかラクスは俺じゃラクスを幸せにできないみたいな感じでさ、メンヘラこじらせてるけどさ、え、忘れたとは言わせないよ、君が親友のアスランからラクス奪ったんだよ、分かってる？あの婚約者を奪ったの君だ、忘れたとは言わせない。何俺じゃ役不足ってアスランの前で言ってんだ、一番言っちゃいけない君は、アスランの前では。君が一番言っちゃいけないよ。あと、あのガンダムシードあるある、恋愛で悩んでる女の子のポーズ、これ絶対やる。片思いとかそういうなんか女の子が恋愛で傷ついてる時、絶対これやるって。何回やんねんこれ、分かりやすすぎだろ。で、敵役に、敵役のことを好きな、愛している人は絶対にいる。結論、キラはやっぱりドメンヘラ、シンこじらせすぎ、やっぱアスランだな。女のメンヘラはめんどくさい、男のメンヘラはちょっとだるい、やっぱアスランだなってなりました。え、本当面白いよ、ガンダムシード。大人になってみるとより面白い。ディアッカ好きって、私のママもディアッカ推しだよ。てか、なんかイザークイケメンになってない？え、イザークもっとさ、目釣り目でさ、なんかスネ夫みたいななんか感じのテンションだったのにさ、何このイケメンキャラと思って。イザークがとんでもなく多分意地悪とかしなくなった、アスランに。大人になってさ、あの目が優しくなってたよね、釣り目ちょっとなくなってたよね。てかメイリン変わりすぎじゃね、路線変更めっちゃしてるよね、びっくりしちゃった。君メイリンって出てきた瞬間、君メイリンだよね、誰も見た目変わってないのにメイリンだけ変わりすぎじゃね。みんな髪型変わってないのにメイリンだけ超変わってたよ。アスランの隣にいるってことはメイリンだよねってなったけれども、おもろいよね、ほんと大好きなんだけどガンダムシード。なんかめっちゃ大人になってたよね。そしてあのカガリとアスラン全然会えてないでしょ、絶対全然会えてないのにすごくない？私たちはつながってますか。そしてアスランって意外になんか絶対ちょっとむっつりだよね。アスランって絶対エロいと思うわ、確信した映画を見て。
間違えた。あれはわざとじゃとか言っていやアスランはね絶対ねむっつりだと思うよ。君アスランの何って感じだけど、キラはエロい絶対。てかキラって女好きだよね。キラって女の子好きじゃない？てかさ人から奪うの好きだよね。親友から奪うの好きじゃない？フレイもさ、もともとサイの婚約者だよ。で、そんなフレイがいる中で、さらに親友のアスランのラクスを奪う？いか、親友の女の子を奪うの好きすぎな？略奪フェチ？主人公がそれって結構問題じゃないですか。サイ、僕には勝てない。うん、クソ。やめてあげて。そんなこと言うの。親友に。親友にそんなこと言うな。面白いよね。大好き。それでも両方と友達続いてるのはある意味すごいよね。確かにすごすぎ。鬼滅の映画見てない。見たい見たい。今回ちょっとなんかね、オスクリーンだからかな、あ、間違えた、スクリーンだからとか、あの映画館だからかな、迫力すごくてさ怖かったな。核のところとか、なんかガンダムだけどこれっていわゆる戦争だよなっていうのをすごい感じた。ね、思わない？アスカのファンいる？新推しいる？今配信見てくれてる人の中で。新アスカ一押しだよって方います？ちょっと魅力を教えて。可愛いのかな？
可愛いってなる母性本能くすぐる系。大人になったらわかんのかな魅力が。もうしんたらみたいな感じになる。動くねとか言ってさ、ルナマリアのあれしてさ、ルナマリアがさずっと心配して泣いてたわけじゃん、シンのことを。でもよかったみたいな感じでさ泣いたやん。その後さ頭ポンポンぐらいするのかと思ったらさ死ぬーって。いや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 、ごめん言え、泣かせてごめん言え、泣かせてごめんと心配かけてごめん言わずに死ぬーで終わった。痛い痛い、本当に死ぬーって。そんなことある？やっぱアスランはモテるんです。だってそりゃそうだ、メンヘラ男子たちの中で一人大人がいるんだよ、ブレない、モテるでしょうよ。キラヤマトとシン・アスカとアスランザラ3人揃ってて、シンとアスキラに行く女の子はだいぶ大人、もう自分に余裕あり余ってるラクスとかしか無理よ。ルナマリアも本当大人。シン家族を失うところから始まってるから、その辺に同情を持つ人が好きなんだと思うよ。でもさ、みんな家族失ってね、家族全員ではないけどさ、アスランもお母さん亡くしてるしさ、キラなんてね本当のお父さんとお母さんじゃないよね、あれ育ての親じゃなかった、本当だったっけあれ。私カガリもお父さん死んでるしさ、ラクサもお父さん死んでるっしょ、アスランお父さんも死んだよね。ねえ、育ての親だよね、そうだよね、やっぱ。爆発しなかったね今回、そういえば。種トゥルルルルなんてなかったね。楽しみにしてたんだけど、そうでもなかった？私だけ？え？あの種のさ、種単体のシーンなかったじゃん、いつも目の瞳の色の種がこうパーンって割れるだけのシーン。もうあんなの映さなくてもみんなわかるでしょって感じ？種割れたよってわかるでしょっていう。
知って。でも今回は主要人物誰も死ななかったね。私ムーさん死んじゃうのかと思ったわ。ラミアスさんとかさすがにここまで来て死なないか。絶対誰か死ぬと思ったな。敵役しか死ななかったね。アスランも死んだらもう病みまくるけど私は。アスランってなっちゃう。嘘でしょ。なんかさ、映画の敵役さ、敵すぎなかった？アニメの時ってここまでみんなクズだったっけ？そんなことないよね。映画ザ敵だったね。びっくりしたんだけど。どうして誰も私のことを愛してくれないんだ。アスランだったな。なんか今まではさ、なんかちょっと難しくなかったですか？なんかレイとかさ、ギランダル議長とかもさ、言ってること別にそっち側に立ってみたら間違っているわけではないじゃん。アスランのお父さんとかとか、なんかキラとかアスランを応援してるからそっちが敵でしょみたいな感じで、それぞれの正義とかで立場によってとか見方によってはそっちが正しいこと言ってるよねみたいな感じで難しいことあったけど、今回はあのキャラクターの性格が歪みすぎてた。だから素直に応援できたよね、きっとみんな。キラが今回もメンヘラこじらしていたけれども、コミちゃんは星男子は嫌い？メンヘラ男子？いや別に嫌いとかはないけど関わりたくはないかな。メンヘラこじらせ系は自分から関わりたいとは思わないかな。
シードはテレビで見てた。私シードはね、あれで見てました。あの DVD、 多分ね世代ではなくて、私小学5、6年生の時にめっちゃ仲良くしてくれてる人たちが DVD 貸してくれて、それで見てた。シードとガンダムディスティニー、すごかったんだよ。お家にね、もうお家のリビングの壁一面が全部ガンプラだった、その人のお家。あれ？ペンがなくなった。2002年放送だって。2002年っていうことは私何歳だ。1998年、4歳だ。やば、4歳。そりゃ生で見てないね。4歳だって。私あれが好き。もうほんと全部好きだけど。あんなに一緒だったのに、てん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 、いぐるままた違う色、てららん。優しさは君を遠ざけるだけ。
ツイッター全然知らない地下アイドルさんにフォローされた謎すぎる。コミさん、そんなことありますか？私は逆に全然知らない人フォローしちゃうことあります。なんかこう X とかさ、おすすめになんか急に出てきたりするじゃん、知らない方とか。それこうやってさ、こうやって普通にこうやって触ってるとさ、多分フォロー押しちゃってる時ある。だからママとかに、なんかはるかこれ誰フォローしてんのって言われて気づいて、わかんない誰だみたいな。間違えて押しちゃって外しに行くときある。そう、本当に自分でもん誰みたいな。あるあるよね。意図しないいいねもあるよね。そう、私フォローいいねしてるみたいな。すっぴんも可愛いって優しい、ありがとう。なんて優しいの。なんか海外にも行きたいけどさ、海外にも行きたいけど、あれも行きたい、日本国内の旅行も行きたい、温泉とか。なんかね、今こうじゃなめちゃった交通費ではなく提出物を書いてたら、お腹がまだなんか空いてない。
提出物今日までってわけじゃないんですけど、このなんかさ、少しでも時間あるうちにやっておかないと。舞台稽古始まっちゃったらもう レッスンと舞台稽古の毎日往復みたいな感じになるからさ、できなくなっちゃうなと思って、今のうちにやっておかないと。でも一人でやってるとさ、もう嫌になっちゃって、絶対配信なんか途中でもういいやみたいな感じになっちゃうから、配信しながらみんなとお話ししながら楽しく提出物をやっております。ちょいと眠くなってきちゃった。ね。ねえ、グーグル、春っていつから？ねえ、グーグル、音を大きくしてって言おうと思ったらその前に終わっちゃった。3月からか。3月から暖かくなってきますかね。暖かくなるといいな。
サートあたりからか。おお。まだあった。来週の火水木、来週の火水木って何日だ？バレンタインぐらい。春並みにあったかいみたいだよって。嬉しい。やったね。よし。しょ。できてきました。できてきたー。ふう。2時間も提出物やってるね、私。でもまだ終わらない。よし。おうち生写真も提出しないといけない。やばい。ごめんなさい。しますんで。もうちょいお待ちを。今日中にしないと。
眠い。最近ミスド行ってないな。ミスドのゴディバのやつとかさ、もう出たら絶対食べたいって感じだったんだけど、行けてないよ。ゴディバ買ったな、母のために。え、優しい。お母さんのために？むちゃくちゃ優しい、いい息子だ。間違えた。STU のおきちゃん、おきあやかちゃん、事務所の後輩になったね。そうなの。でも私あんま喋ったこと多分ないよね。どんな子ですか？お姉さん系なのか。あ、ごめんなさい、おきゆうかちゃんだった。漢字の読み方間違えた。おきゆうかちゃん、もともと事務所にはおきちゃんが所属するよって聞いてたから知ってたんですけど、社長から言われてて。そういうことね。元気な子なのかな、お姉さん目なのかな。
姉さん目の子か。いいね。あれ、音ペンなくなっちゃった。どんだけペンなくすんだ私。お腹が空かないな。みんなお腹空きました？お腹いっぱいだった。
天ざるを食べてもう会社に戻りましたって。いいな、朝も昼もまだ何も食べてないです。それはお腹すくねえ。私はあれ食べました。ロイズのポテトチップスチョコレートを朝に食べました。それがまだお腹に溜まってる。ロイズ大好き。今からフライングタイガー行ってバレンタインの雑貨買ってくる。もうバレンタインだ。昨日ママがパパに買ってたチョコ。まだ終わらない。全然だけれども、だいぶ今日で進んだんじゃないかな。いいことだ。
ばい、眠すぎて二度寝しようかな。レッスン出るまで。ご飯じゃなくて、もう眠さが勝っちゃう。ど集中してた。うわ、これで終わりが良かったな。今日は夜配信できなそうなので、この時間に配信したんですけれど、みんな見に来てくれて優しい。なんかどういうことっていうのがある。
ね。これってだ。あー、オッケー。こういうことだ。すごい。オッケー。ちょっと一瞬足し算してきます。頑張ったな。頑張ったけどまだまだ全然終わんなそう。なんかさ、舞台の台本なんか思い出で撮っといてるんだけどさ、これね、鎌倉に来たのはただしらす丼を食べるための台本、めっちゃ書き込んでる。超書き込んでます、たくさん。ファイルに入れよう。チーム A 公演の資料とかもある。これはもうやらないので今後捨てます。シンパシー、ジョーステも撮ってますよ。星を上に落ちとかもあります。これは木体だからまだ使うね。寂しいね、もう木体で、木体じゃない、あれできないんだ。重力シンパシー公演、シンパシーできないの寂しい。重力シンパシー公演めっちゃ好きだった私。辺までかな。おお、よいしょ。2時間以上ずっとやってたね。書き物、書き物、書き書き。ジェノベーゼパスタ
解凍してたんだけど食べるあれなさそう。今日はドスッピンでレッスンに向かおうと思いますので、ちょっとマスクをしましょう。よし、いろいろ買ったんだ、買わなきゃいけないものを。めっちゃあったかいヒートテックとかも買った。ではでは、そろそろランキングを読みたいと思います。皆さん配信見てくださりありがとうございました。めちゃくちゃカキカキ頑張りました。今日は23時までレッスンなので夜配信は絶対間に合わないので、今日はお昼でおしまいです。ではランキング読みます。13位ヤチさん、12位ハンマーのサルさん、11位レイちゃん、10位コイノボリさん、9位坂道さん、8位マックスエイトさん、7位マヌビー、6位サーちゃん、5位パーチンヘアのユウくん、4位クロ、3位プロちゃん、2位カズモモちゃん、1位ブーくんです。ありがとうございました。ちょっとレッスンまでまだもうちょっと時間があるので二度寝したいと思いますありがとうございました。皆さんもお仕事頑張ってね。